中日福谷浩二さん、2軍で5回1安打1四球3失点。福谷浩二5回5奪三振1安打1四球3失点。やべえだろこのチーム。狙ってもなかなかできることじゃないぞ。すごいな中日、どうやったんだ？すげえ暗黒だな2軍。ランナー1人しか出てないのに3点はおかしくない？効率いいな。失策すでに2回なの草春呼び戻すか？エラー多すぎ失点多すぎ負けすぎ。いつまで甘えて野球やっとんねんその気でやらんかい。この人正しかったな。高効率なものづくり。なんでまだ仮捨てなんて使ってんの？人がおらん。勝率3割切ってるチームはだてじゃないな。こんな奴にチームに将来のビジョンがないとか言われてたやべえチーム。また中2ドラに嫉妬してんの？1安打1四球で3ランホームランになるわけないだろ。アキーノとか今何やってんの？たったの1エラーやん甘えんなワイが見た時はネオ先発試合で1イニング2に落球してたぞ。借金30はあかんやろ。立浪にも来季のビジョン聞いてほしい。失策が嫌なら全員三振でアウト取るほかない。今週の中日2軍中止令2阪神令3阪神中止令3広島まだ1点も取れてないよ。アルモンテアキーノカリステレビーラガルシアアルバレスハヨ昇格勢やいつまで助っ人外国人名古屋球場で遊ばしとんねん。1軍後半戦ビジター0勝2軍1点も取れない理由の未来どこ？1軍も2軍も借金20オーバーってなかなかないよな。37試合を3勝14敗で勝率2割台いける。2回もエラーした仮捨て懲罰交代で草。勝てないだけなら仕方ないにゃ。1軍も2軍もエラーばかりなのがイライラすんねん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。